ブーン、ブーン。こんにちは、ミントだよ。先日、レーシングポイントのブレーキダクトのコピー問題がコンストラクターズポイント15ポイントの剥奪と約5000万円の罰金でひとまず落ち着きました。しかし、その後フェラーリなどからこの処分が甘いということで、FIA は再び抗議を受けており、今後どのような裁定が出るのか注目されています。FIA は今年に入り、この他にもフェラーリの燃料流量疑惑を裏合意で解決し、メルセデスの DAS を1年限り許可しており、相変わらず不可解とも言えることをしているのです。今回はそんな FIA がシーズン中に新たなルール変更をしたのでご紹介しますね。今シーズンの F1 もやはり王者メルセデスが強く、予選では第1戦のオーストリアグランプリの3位レッドブルホンダのマックスのコンマ5秒落ちが一番メルセデスに迫った予選で、それ以外は全ての予選でメルセデスは他チームに対し1秒近い大差をつけポールポジションを獲得しています。メルセデスの今季型マシーン W11 はまるでレールの上を走るように安定した走りで、メルセデスのパワーユニットも非常に強力なため、他チームは手も足も出ない状況となっていますよね。そんな中、先日 FIA が予選でのパワーユニットに関し、各チームにある通達をしたのです。それによると、予選のみ特別にパワーユニットのパワーアップをする予選モードを禁止するというものでした。これは8月28日に開幕する第7戦ベルギーグランプリから実施されるとのことで、独走するメルセデスと他チームの差を縮めるためのルール変更と言われています。さらに今回の通達にはこのような内容も含まれていました。予選及び決勝レース中、パワーユニットが単一モードで動作することを我々は要求する。つまり予選だけでなく、各マシンは決勝のレース中にもエンジンモードを変更してはいけないということになります。これまでのレースではドライバーは状況に応じ一時的にエンジンモードを上げたり下げたりしてライバルたちと戦っていましたが、これを FIA がなくしたのです。当然ながら予選モードやレース中のエンジンモード変更は他チームも使っており、ルノーは昨年予選モードを大幅に進化させていました。このルール変更にアルファタウリのピエール・ガスリーはこう語りました。個人的に F1 は限界で攻めるスポーツで、予選は本来全力でアタックするものだと思っているから残念だ。レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンは今回の変更に賛成し、こう語っています。これは正しい解決法だと思っている。予選後、僕たちはマシンに触れて何かを変更することは基本的に禁止されている。そのルールを厳格に適用するのであれば、エンジンモードも含めるべきだ。そして、メルセデスの二人はこう語っています。ルイス・ハミルトン。これは明らかに僕たちをスローダウンさせるためのものだと思うが、彼らの望み通りにはいかないよ。バルテリ・ボッタス。エンジンのモードには、予選だけでなく、防御モードやセーフティーモードなど、様々なモードがある。僕たちはレースで状況に応じて、それらを使い分け、エンジンのライフを節約したり、アタックを仕掛けたりしている。だから、それがなくなると、もしかしたら、オーバーテイクがより難しくなるかもしれない。FIA のこのルール変更は、一説によると、フェラーリからの抗議によるものだ、という声もあります。今シーズンの F1 は最終的に全何戦開催されるかは未だに不透明ですが、すでに3分の1ほど終わっていると思われます。シーズン中に突如禁止ルールを設けるほど今回の変更は重要なのでしょうか？つまり、ベルギーグランプリ以降、レース中のドライバーのステアリングでの作業は減り、エンジンモード変更に関する熱い無線のやりとりも聞けなくなるということなんですね。今回のエンジンモードの規制により、
レース中のオーバーテイクが少なくなれば、また FIA はルールを変え、人工的に追い抜きを生み出すのでしょうか。 F1 は今後予算制限が導入されていきますが、このようなルール変更がちょくちょくあると、結果的に開発費用などのコストは大幅に増えるかもしれませんね。なぜ FIA は目先のこと、そしてフェラーリやメルセデスのことしか考えないのでしょうかね。残念ながら今の FIA が今後も F1 を運営し続けるのであれば、これらすべての問題を解決するにはシャシーとパワーユニットのワンメイク化しかないかもしれませんね。皆さんはコロコロ変わる F1 のルールについてどう思いますか？それでは次回のオクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。